どうも皆さんこんにちはチャックバスです、えー、本日はですね、えー、SFC を持たれてない方で、まあ、SFC 持たれてないというか、まあ、スターアライアンスゴールドを持たれてない方で JAL の上級会員を持っている、まあ、JGC とかをね、えー、持ってる人はですね、えー、かなり耳寄りな情報ですね、えー、今回のこの動画では TAP ポルトガル航空で始まったキャンペーンがですね激アツなのでこちらをね紹介していきたいと思います まあこちらどういうキャンペーンかというと、TAP ポルトガル航空っていうのは、スターランスグループの航空会社なんですね。まあ ANA とかね、ユナイテッド航空とかの、えー、航空会社なんですけども、えー、こちらの航空会社が始めたキャンペーンがですね、 スタイランスグループだと、まあ、そのグループ内の、ね、ラウンジとか、まあ、優先登場とかね、まあ、そういう上級会員のステータスを、ね、共有することができるんですけどもこの TAP ポルトガル航空で始まったこのキャンペーンはですね、まあ、ワンワールドの上級会員からです、ね、ステータスマッチっていうものを行うことによってスタイランスゴールはね期間限定なんですけども手に入れることができるんですよね。 まあ簡単に言うと JAL の上級会員だけ持っている人が何にも飛行機乗らずにねスタイランスゴールド取れるってことなんですよねもちろん期間限定なんですけどもこれすごいですよねですので JAL の上級会員を持っていて、まあ、今年ね SFC 修行とかね、まあ、ダイヤモンド修行もそうなんですけども、まあ、そちらを検討されている方はですねいやこちらね積極的に狙っていただきたいなと思うんですよね こちらね TAP ポルトガル航空が始めたキャンペーンでえ期間が、ね、2020年の3月31日まで,でこちらのステータスマッチ、まあ、ステータスマッチについてはちょっとこの後、ね、しょあの解説しますのでちょっとここは聞き流してくださいねえステータスマッチの内容なんですけどもステータスマッチ元はワンワールドスカイチームからの上級会員のステータスマッチで TAP ポルトガル航空のステータスがもらえます。 まあこちらの TAP ポルトガル航空のステータスがスタイアランスっていうことになりますので、まあ、そちらが、ね、そのままユナイテッド航空とか ANA とか、ね、そちらで利用できるっていう感じですねでステータスが維持できるのは2020年の4月20日から2020年の9月30日まで限定となっております、まあ、大体5ヶ月ちょっとぐらいですかねスタイランスゴールドが楽しめるっていう感じですけども こちらもちょっと後で、ね、詳しく解説させていただきますけども3月中にクラブタップマイルゴーへの登録もしくは TAP ポルトガル航空のマイレージの購入ですねまあバイマイルってやつですね公式サイトはねこちらの動画の概要欄に貼らせていただいておりますのでもしね気になる方は Google Chrome なんかで見るとね日本語で見ることができますんでそちらおすすめとなっておりますまずこのステータスマッチって何だっていう話ですけども、まあ、ステータスマッチって マッチっていうのは、まあ、私 ANA のね、上級会員持ってますよね簡単に言うと今やってるのは、えー、ANA のダイヤモンド会員だと、えー、ヒルトンの、えー、ヒルトンじゃない、えー、IHG のねスパイアエリートっていうのにね、えー、ステータスマッチできるんですよねだから私が ANA のダイヤモンド会員を持ってますよね、まあ、それだけで、えー、IHG ホテルグループの上級会員にねステータスマッチを申請するだけで 利用でできるんすよねこれはどういうものかというとこちらの会社の VIP 会員のお客様がこちらの VIP 会員の会員特典を利用してみてちょっとお試しで利用してみませんかみたいな感じで私は理解してるんですけどもそんな感じで片方のステータスから他の会社だったり航空会社だったりホテルプログラムだったりねそういうのにステータスがね マッチでできるっていうものなんですよねこれすごいいいサービスですよねマリオットボンボイの上級会をね持っているとヒルトンのねゴールドステータスとかねもらえたりしますんでね、まあ、そういうステータスマッチっていうものがありますでこの TAP ポルトガル航空っていうのはね ANA とかねユナイテッド航空とかのアライアンスグループですよねしかし今回のこのキャンペーンで募集している元のねステータスマッチ元なんですけどもこちらね JAL とかが加入しているワンワールドプラスデルタ航空とかがね加盟しているスカイチームとかも対象なんですよねしたがってワンワールドの上級会員の人プラススカイチームの上級会員の人はですねステータスマッチが可能なんですよね、まあ、先ほど言った通りねステアランスゴールドになればえー、n a ラランジとかね優先登場とか 本当にスタイランスゴールド SFCANA のね、スーパーフライアーズカードを持ってるようなね、特典が ANA の飛行機に全く乗らずしてゲットできるんですよね。いや、すごいですよね。まあ、皆さんね、SFC 修行するにあたってね、このスタイランスゴールドが欲しいから、まあ皆さんするわけなんですけども、これがね、飛行機に乗らずにして一撃でゲットできてしまうんですよね。 まあこれはステータスマッチなんで、まあもともとのね、ワンワールドかスカイチームの上級会員がね、必要となりますんで、まあその点だけはね、覚えておいてください。まあそれの、えー、取得方法もね、この後紹介いたします。で、このステータスマッチのね、ステータスマッチ元の、えー、ステータスの種類なんですけども、えー、ワンワールドの場合、えー、エメラルド、えー、サファイア、 でスカイチームの場合は、えー、エリートプラスっていう感じになりますそうするとスタイラインスにね、えー、ゴールドがもらえるっていうことですんでまあワンワールドで言うと本当に JGC を持ってる方はステータスマッチで、えー、スタイラインスゴールドが取れてしまうんですよねいやいやといや JGC なんか持ってないよっていう方もねもちろんこの動画でねまあ私も JGC 持ってませんからねまあいらっしゃると思うんですよねでそういうことはじゃあできないかっていうとですね いや、これががね、ね。方法があるんですよ、ね、デルタアメックスゴールドクレジットカードっていうのはねあるんですけどもこちらね入会して1年目はですねデルルタ航空のゴールドメダリオンっていう、えー、上級会員になれますそれをすることによってスカイチームのエリートプラスっていうねステータスが付与されるんですよね。っていうことなんでもしね これ JAL の,の、ね、上級会員持ってない人は、えー、デルタアメックスゴールドを発行してねスタイランスゴールドに、えー、ステータスマッチができるわけなんですよねいやこれすごいですよねで一応ねデルタアメックスの基本スペックだけね、えー、紹介しておきたいと思うんですけども年会費がね2万6,000円まあまあ高いですね こちら、ね、アメックスのクレジットカードという風になってますのでもしね、誰かの紹介とかでね、入会すると入会で8000マイル3ヶ月で40万円利用で4000マイル紹介の入会ボーナスで1万マイルがもらえるっていうキャンペーンをやっておりますので合計で2万2000マイルがゲットできますですけどもこちらね、デルタマイルが貯まるようになってますのでまあその点だけはね、注意していただきたいなと思います。 まあこちらね、紹介特典というふうになっておりますんで、まあ、デルタアメックスゴールドね、なかなか持っている人ねいら,っしゃらいらっしゃればいいんですけどねあねもしいらっしゃらなかったらです、ねまあ、私の方から <laughs> 紹介させていただいてもなんつって言、えー、うには冗談で、えー、もし、ね、発行される際はちょっと周りに、ねえー、保有している方は、ね、探してみてください次にですね、ステータスマッチのできる条件というのがあるんですよね まず1つ目にクラブタップマイルゴーへの登録もしくは TAP ポルトガル航空のマイレージ購入まあこちらバイマイルってやつですねこちらのどちらか3月中に満たせば参加できるっていうふうになりますでねこのクラブタップマイルゴーの登録っていうのは、まあ、有料マイレージ会員なので有料なんですよで 122ユーロかかるということで今の現金換算で118円で計算すると、まあ、1万4400円ぐらいかかるんですよね、まあ、こちらねコスト面からするとこちらはおすすめできないんですよね ってなるとどっちかというとこちらのバイマイルっていうね、えー、ポルトガル航空の、えー、マイルをね、えー、購入するっていうのがねこちらの方がコスパがいいっていう感じですかね、えー、70リューロで、えー、最低購入価格8260円で、えー、6000マイルが、えー、もらえるっていう感じですね残念ながらねこの8000マイルっていうのはねちょっと捨てマイルになっちゃうかもしれないですね、あのー あんまり使い勝手がねよくなさそううなマイーージチャートっていう感じですね2020年ね海外路線でもしね SFC 修業をね検討されている方は、まあ、個人的にはねかなりおすすめなんですよねまあ,あ JAL の上級会員を持っている人は、まあ、そこまでねコストは8000円ぐらいバイマイル代だけなんで8200円ぐらいで済むんですけども本当に何も持ってない人は、まあ、デルタアメックスゴールド発行して2万6000円えプラス イマイルで8200円ぐらいかかるんで、まあ、3万4000円ぐらいかかってしまうんですけども SFC 修行中に、えー、ラウンジが使える、まあ、ANA の指定ラウンジが使えるっていうのはね、まあ、かなり楽になりますんで、まあ、そこはもうあれですよね考え方人によって考え方変わると思いますんでもし利用されたいっていう方はですね是非ねこちらのキャンペーンに乗って SFC 修行されるって のはね、おす,すめとななっているわけなんですよね、まあ、もしね JAL の上級会員でいやもう修行とか全然関係ないけども ANA ラウンジをねちょっと利用してみたいみたいなね ANA のサービス見てみたいみたいな感じでねなかなかこういうキャンペーンもですねなかなか起きませんので、まあ、個人的にはですね、まあ、私が今 JAL のステータス持ってませんけどもこれがねあのちょっとのお金で JAL のねラウンジとかね上級会員お試しできますってなったらねやっぱり利用してみたいわけなんですよね、えー、いかがだったでしょうか、えー、本日はですね TAP ポルトガル航空の、えー、ステータスマッチのキャンペーンね紹介させていただきましたけども、えー、個人的にはですねかなりおすすめですね えー、今回の動画はね、えー、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです、えー。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。